Hi Leuha, welcome to my channel. We're gonna watch today, guys. The first video. This belongs to Leo Bar. Video 15 dig deeper into Leo. Oh my god. Is Barman or what? Let's see. If you guys want more about him, please comment down below and let's go. Yay! Hi! Okay, your guest too. Look at that. Oh my, no hair. This looks sick, right? He was here. He's famous or what? Wow, yay! BE:FIRST の YouTube が始まってから結構言ってたやりたいといった企画なんですけども、まあ、僕が Looks fantastic. バーのカウンターとしてバーのマスターになって、いろんなゲストをお迎えしていろんなお話を聞いていくという、うん、お話大好きな僕がやりたかったコンテンツなんですけども、第1回は多大なる影響を与えたある偉大な作家さんを呼んでおりますので、うん、なるほど、紹介したいと思います。 Damn. Oh my god. Looks good. 初回のゲストはこの方です。萌柄さんです。はい、萌柄さんです。皆さん、right. まあ皆さん分かったと思いますけども、お久しぶり。 Look at the icon. Leo's bar. 昼間にやってました。昼間に、はい、Top of the screen. そうですね。That's looking nice. ランチしたりとか。そう、お互い仕事があるから、じゃあこれで行こうみたいな。そうですね。1時間ぐらいあって。そうですよね。解散と。新事務所にも、オフィスにも行きました。はい。毎回萌柄さんがお弁当を買ってきてくれるっていう。シューマイ弁当を買って、はい、2人で食べながら近況を話して、じゃあ行くかとか。行くか。行くっていうのが最近だからあれですよね。あんまりお酒飲んでないですもん。そう、一緒にはストリーム、今日はもうレオズバーということなので、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お酒を飲みながら、はい、いろいろ話していこうかなというふうに思うんですけど、うん、まあいろいろお酒ありますけど、何がいいですかね。わあ、今日僕らが飲んでるのはハイボールとかですよね。はい、ハイボールも大丈夫ですか。大丈夫です。じゃあちょっとハイボールを。はい。はい。はい。That looks cute。はい、ということでお待たせしました。ありがとうございます。Okay, I want to see the how he's doing. Wow. はい、ということでお待たせしました。ありがとうございます。ハイボールです。ウイスキーソーダ。はい。I didn't drink. お疲れ様です。お疲れ様です。いや、久々ですね。嬉しい。久しぶり。This whiskey soda. I'm looking good. お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は怖いです。はい。初めてお会いしたのは、はい、あのラジオ局 JWAVE のそうですよ、ね、ラジオの、はい、ブースの中で初めて、うんうん、そうですよね。あるんですね。萌柄さんのことがすごく好きで、ありがとうございます。もういろんなところで言いまくって、はい、トラップを仕掛けまくって、トラップ仕掛けまくって、はい、ベスティの方々が、はい、僕のところに、はい、あのレディファーストのレオさん、わ知ってますかってすごい来て、そうですよね。本当に僕正直に言いますけど、はい、知らなかったんですよ。そうです、言ってましたもんね。知らなくて、それでずっと調べて、普通にあのオーディションとかをそこから見始めて、わあ、really? Oh my god! あのファンになる、He's old fans as me. ベスティのおかげで、そのファンであるベスティのおかげで、そう、萌柄さんとね、つながることもできて、で僕はもう本当に本が読めなかったんで、買って開いては、うんうん、もう50ページぐらいで挫折するみたいな。あ、でも読みたい、oh、読みたいと思ってますよ。なんか読んでる人ってなんかいいじゃないですか。はいはい、なんかかっこいいなとか思うし、はいはいはい、なんか自分のこう財産にもなるかなっていうのは思ってたんで、うん、ある日こう本屋さんに行った時に、萌柄さんの本、なるほど、僕たちはみんな大人の中と、はい、手に取ってさ、いつもと同じように買って、はい、見たら本当読めるようになって、で読めるというか読めたんですよ全部。わ、嬉しい。でその中でやっぱ僕は言葉のなんだろう、面白さとか、はい、言葉の素晴らしさみたいのを、うん、より痛感したというか、うん、実感することになって、はい、オーディション時代も読んでて、はい、で、シャイニングワンの時に密着が入ってたんで、Yeah, the shining one, the legend. カバーを作ったら、誰かが何かの影響で萌柄さんに伝わるんじゃないかって思って、
ってカバーを外してわざとビハインドに移るっていう戦法を取ったんです。すごいですよ。はい。Yeah. そしたら、はい、こうなりました。Bam. Well, this sound perfect, right? 憧れの そのアーティストに会うみたいな感覚で、すっげえ人に会っちゃうなと思ってめっちゃ緊張したのを覚えてるんですけど。本番中にレオ君がライン交換してください。はい。I always using this. こういうのはもう多分終わったらなくなっちゃうんで、本当にすぐ連絡が。あ、そうですね。行けますかとか。本当にまあ、具体的な、はい、日にちだったりとか、はい、どこがで安いですか、うん。あ、確かにそうですね、はい。ありましたね。ありがたい。それで言うとゴールデン街もそうですよね。僕がずっとゴールデン街に行くのが夢だったんで、うん、桃井川さんに叶えてもらって、うん、ゴールデン街連れてっていいものかどうかでずっと迷いましたけどね。いやいやもう、うん、でも本当桃井川さんとあのご飯とか飲みとかもそうですけど、はい、ご一緒させていただく時って、うん、なんか自分の中でこうなんか傷を Bro, this setup looking pretty good. 近づいてるというか、うん、なんかこう見えない壁みたいのに自然と当たってることが多くて、で桃井川さんと、うん、喋ってると、うん、あ、壁で、あ、こっちにドアあったなとか、うん、あ、これってこういうことでよかったんだなとか、本当ね、そういうタイミングが僕多いんですよね。すごくすごく。あんまりいつも言ってないですけど、うん、あの結構救われてます本当に。いや、わあ。僕最初に最初に はい。初めてそのラジオの番組の後に、はい、行こうって言ってくれて、はい、あ、本当に行くんだと思って。はい、じゃあ行こうか、はい、で、right. 飲みに行ったのが渋谷でね、ちょうど悩まれてそうですねいた時で、物買って最初にガーンってあのなんとなくこうつまずいたというか、どうにもならないっていう状況があって、なるほど。その時に大月健二さんっていう、はい、ミュージシャンであり作家の方から、okay. まあいいことも悪いことも、these names、いいことがあったら、I'm there for me、まあ悪いことあったらいいことあるし、まあ、again みたいなもんだ、はい、いいよ、どっちもそんなに続かないから大丈夫、そんな気にしないでって言われて、はい、その時、調子には乗ってないけど、はい、なんかみんなが見てると思うさ、あ、みんなが見てるから間違っちゃダメだと思う、はい、でもそんな見てねえしっていう感じで、はい、あとそんなのそんな続かないから楽しんでやってくればいいよ。って言われて、それがすごい自分が救われたから、うん、でレオ君がちょうどこうここからやらなきゃいけないんですみたいな話をしていて、 そうですね、そのまま俺はもう大月さんの言葉をレオ君に言って二人で泣くっていう、ありましたね二人で泣きましたね。初めてのホールツアーで、そうでしたね、その本当に分かんなかったんですよ、ツアーというものも初めてだったし、うん、曲数がすごくなくて、はい、本当に B1 っていう1個前 その初めてのアルバム出したばっかで、どういう風にライブをしたらいいのかとか、自分自身もこう歌でぶち当たるみたいなことが多かった時期で、まあ正直その歌っていうものに対してその過去のトラウマのまあせいもあって、こう歌うのが若干怖い。 Why? Really? でもあの時にこのFrom the first day? プロ野球選手の結構試合があって、シーズン通してずっと試合があるから、今日負けたとしても次がある、だから次勝てばいいみたいな話をしてくれてたのを僕覚え、ずっと今も覚えてて、うん、もしかしたらこうなっちゃうかもしれないっていう、僕は結構心配性なんで常にこうなんだろう、恐怖っていうのは絶対そばにあるんですけど、はい、でもその中で、はい、でも自分はプロなんだから、うん、もちろんこのステージを成功させないといけないっていうのはもちろんあるんですけど、うん、でももしうまくいかなかったとしても、うん、これを次につなげるっていうことはできるっていう、うん、はい、ここで僕は予選敗退で、うん、なんだろう、うん、もうこの先一生音楽をやらないわけではなく、次の自分を作るものだっていうふうに考えれたのは、うん、なんだろう、すごく今の自分にとってもすごく大きいなと思いますし、うん、その萌川さんがいろいろもらった言葉の経験から、やっぱりそうか、物事の捉え方、 Well, they have a good relationship. What is this? 正面ばっかだったんですけど、まあ、360度僕は I didn't expect that.視野が広がって、やっぱ全部過去にあるからって言葉がやっぱ俺は自分の中でしっくりくるなと思って、うん、本当に萌柄さんと出会って、いろんな経験だったり、いろんな言葉だったりとか、なんかいろんな価値観に触れたことによって、本当に自分でもやっぱ強くなったなって思えるというか、さっきの、ね、負けても勝ってもみたいなことも、うん、糸井重里さんが言ってて、はい、甲子園だったら、はい、1回負けたら
地元に行かないじゃいけないじゃないですか。うん、そうですね。でもプロ野球だったらリーグ戦だから、はい、勝ったり負けたりして2勝1敗だと優勝しちゃうんですよ、うん、プロって負けられるってことだよって言ってて、うん、プロって負けられるの、次また行くってことかとか思いながら、さっき の, そのレオ君 の, その言ってくれた、まあ、全部過去になるみたいなのも、最初にレオ君と会った時にその話ずっとしてて、もうめちゃくちゃ僕小学校の頃とかいじめられた時にうちのばあちゃんが、お前これ絶対覚えとけって言われて、でいつか懐かしくなって、で好きな女の子ができたら今日いじめられた話しろ、モテるぞって言われて、強いじゃんって言われたの。未来を突然期待できるようになったっていうか、ここじゃないどっかにドーンって飛ばされたみたいな感じがして、今に執着すんなって感じで、できっと全部懐かしくなる、でそして懐かしくなったら、もう自分の情感たっぷりに語っちゃうよみたいな、なんとなくそれがレオ君と最初飲んでて、僕もなんかいろいろと行き詰まった時がたくさんあったから、なるほど、レオ君も、まあ、行き詰まったというか、まあいろいろと抱えて大変なので、でもいろんなもうキャラバンは前に進んでいて、はい、レオ君がどのくらいのね、あの責任感を持ってどのくらいのことで毎日進んでるかもうマジでわからないんだけど、僕はこんな言葉で救われてきましたよっていう話をなんかその夜にしたのを覚えてる、うん、ちょっとやっぱ悲観的な世の中というか、その先笑い話にできる未来があるって思えるっていうのはすごい今の時代にすごい必要な気がしてるんですよね。いや僕もすごい思う。なんか夢を持つこととか、うん、希望を持つことすごく重要な気がするんだけど、はい、なんかその夢を語れる人を持つこと、うん、そうですね、すごく言う、あのすごく大切な気がして、そうですね、僕も50なんだけど、その友達とかと話して、うん、俺さ将来さとか平気で言うのかってこんなになりたいんだよねって、はい、で、まあ、できれば実現したいけど、実現しようがしまいが夢を共有することができる、なんかそれだけで救われるっていうか、いやマジそうです、なんかそこは夢よりも夢を共有っていうか、夢を語れる人が近くにいると生きれるみたいな、そうですね、のが僕にはあって、確かに、なんかレオ君と僕もたまにだけどこうやって会って話したりとかするとお互いこう近況があって悩みがあって、はい、でもそれでもなんかこういうことやりたいと思うんですよねとか、これどう思いますかみたいな話とか、いやレオ君この本どう思うとか、お互いでもちょっと未来見て、そうですね、じゃあまたねみたいな感じが、すごくいいリセットの仕方、It's impressed me actually。全然年代が違うんだけど、嬉しいですね。そういう共有ができるのは嬉しいです。またねが、Age difference so much, but B パーソンになってからですけど、そのまたね、That doesn't matter。という言葉の重みみたいのを知る経験が多くて、こう夢を語って、そのまたねって言えて。また会えるっていうのもなんか何よりこう尊いんだなっていうか、いや本当にそうかもしれない。僕の本を最初にレオ君が読んでくれて、で会えたじゃない、で僕もラジオをやっていて、でレオ君はこういう番組をやっていて僕を読んでくれて会えたじゃない、でなんとなくそういう仕事をしてるからまた会える夜があったりとかするんだけど、だから僕も本とか書いててわあ本当に孤独なんで、いやもうやだとか思うから、やだやだやだ、まあでも例えばレオ君だったりとか、こう読んでくれる人だったりとか、また会いたいと思うと、あじゃあもうちょっと頑張ろうかって思えたりとか、社会人になると仕事でつながれると友達になれるんだなって僕本当に思えて、でなんか事務所行った時とかも一緒に何かやりたいよねっていう、でもこれをなんか実現するのはもう本当に自分も頑張んなきゃいけないしって思う。でもそこで初めてこうやるなんか目標とかがぼんやり僕始めちゃったんで物を書くってことを、そこでたまたまこうレオ君に会ったんだけど、たまたまを本当に運命にしたいというか、あれ運命だったよねって、もう過酷でこうできれば俺たちの勝ちだよなとか思って、そうですね、はい、言葉で、運命という言葉は過酷がよく似合うっていう、僕結構いろんなところでこの言葉が好きって言ってます、ありがとうございます。なんか会った時に運命だねとかさ、詐欺っぽいじゃん、なんで過酷系でなんかいろいろお互いやって、やっぱり離れがたいと思っていろいろ仕事したりとか、で最終的にやっぱりあの時会ったのは運命だったんじゃないって過酷系で言いたいっていうか、そうですね、お互い仕事をするのがなんか社会人になって
友達作るのに一番なんか正しい道なんじゃないかって僕は最近思って、まあ、レオ君とのお会いできたことも含めてそれを確信を持って今ずっと考えてるかな。すでにこういう風になってる時点でもうやっぱり自分があの時、It's beyond my expecting. They have wonderful relationship. 面白いですよね。その過去の例えば、あの時マイクを握ってたのも運命かとか、そう、あの時失敗したのも運命か、そう、辛いのも幸せなのも、そう、勝ったからこそ会えたっていうのもちろんあるけど、あの時負けたから、あの時しくじったから。待っててくれた人がいたり、そうそうそうですね。僕もなんか全然違う仕事とかもやってたとしたら、物書いてないし、はい、そしたら今日に会ってないし、確かに今日レオ君とこうやって話してるなと思うと、あれ運命だったなと思う。そうですよね。みんな同じじゃないですか。僕も萌柄さんも、いろんな職業についてる人も、同じ人間で、同じような、同じはないかもしれないけど、同じような痛みだったりとか、同じような幸せだったりとか、同じような孤独だったりとか、そういうを持ってる中でみんな生きていて、本当に正解っていうものがない世の中の中で生きてるからこそ、ちょっとの考えとか、ちょっとの言葉一つで少しだけなんか世界が明るくなったりとか、今日やり過ごせたりとか、とか、本当にそれだけでいいと思うんですよね。今日やり過ごすだけでも、もう生きてるだけですごいじゃないですか、僕らなんて、みんな人類、だってギリギリですよ。ギリギリです、みんなギリギリです。明日なんて誰も決めてないんですよ、1秒後だって、はいはいはい、でも、今日というもう唯一戻らない日々を、生きたとしたらこれ以上にまだトークってないはずだから、自分もやっぱ僕は思いがらさんからもらいました。音楽で誰かにとってのたった一言みたいなのを届けていきたいなっていうふうに思いますし、思いがらさんはたくさんの文章と、まあ、映像作品もたった一行、僕も、はい、もう誰かに残るように、そうですよね。僕はそれで救われたんで、いやでもそうかもしれない、お互いそうかもしれない、でそれで言うと最新作の、はい、あすごい仕事をサクサクとする、はい、仕事をサクサクとしますよ。まあWhat's that? 夜、はい、僕読ませていただきましたけど、ありがとうございます。ちょっと JAVE という、はい、あのラジオの曲で朗読をしたものとか、はい、映画のパンフレットとか、はい、いろいろな雑誌に書いたコラムとか、はい、集めて一冊にしたもので、なんとなくもう夜で、はい、明日朝来なきゃいいのになって思う人が、あれすごいあるでしょ。でそういう人かに読んであります負担にならず、まあいいかって思えたりとか、はい、できれば安眠してもらえるんではないかというものを全部集めて一冊にしましたんで、夜読んでください。すごい贅沢だった気が僕はしたんですけど、あ僕も自分で順位とか決められないけど、はい、本当は自分が一番好きだ、好きなものとかあるじゃん、はい、はい、レオ君も絶対口が裂けても言えないと思うけど、この曲が一番好きとか、ビーバースの中でこの曲が好きだよっていう、はい、とか自分が好きとか、はいはい、でそれで言うと自分が今までものを書いてきて一番好きだなって思う文章がちょっと何個か入ってて、はい、なので、まあ、なるほど、出てるんですごい言いづらいんですけど、はい、過去形のさっきの話でいくと、はい、後から考えたら、あこの本一番好きかもって、思う本になる。Good direction。っていうふうに思ってます。と、はい、いうことで、はい。頑張ります。2杯目です。2杯目ですね。すいません。いや全然みんなに見てほしいなっていうふうに思うんですけど、はい、本を読めないって言われる、友達たちに、はい、萌柄さんをずっとお勧めしてて、嬉しい。本とか読むのとかいろいろ聞かれて、やっぱ歌詞書いたりするんで、はいはい、俺マジで読んでよねうん、って時に、いやマジ萌柄さん読んだらマジで、はいはい、俺マジ読めないんだよねうん、って時に、いやマジ萌柄さん読んだらマジで、読めるから絶対、だって俺が読めたんだよみたいな、いた、まあ、確かにそっかみたいな。僕も本読まないんで。I cannot read book by the way。本読めないから本読める人の。I can but I didn't like。はい。あのまあパソコンで打ったりいろいろ書いて、でこれでいいのかなと思って朗読してみるんです。はい、あ、はい、そうすると漢字書けないのに変換とかしてたり、はい、句読点とかで詰まったりとか、あれここ句読点いらないなとか、はい、そういうので全部直してって、あで読めない漢字とかひらがなにしたりとかして、はい、とにかく読みやすいように読みやすいようにしないと自分が読めないんで、あなるほどですね、一番最初の読者の僕が本をちゃんと読めない人間で、今でも読める本が限られて、あで同じ本ばっかり読んじゃうんで、自分が好きなものは知ってるんで、なるほど、だったらこうしようで本を読めない、
ていう人でも読めるものにしたいなみたいな風にして毎回書いてるかもしれないですね。言葉の、はい、I see 浸透力っていうんですか、なんかその、はい、これは絶対に言わないでねっていうテンション感で本を書くって言ってました。なんか真正面からぶつかってきてくれてる感じというか、そのぶつかるような言葉じゃないにしても、うん、ちゃんと自分の心を分かってくれてる、うん、理解者みたいな感じがして、だから多分支えられてたんだなって思うんですよね。これを書いたらたくさんの人が読むんだとか思うと、うん、もう本当のこと言えないじゃん、うん、そうですね、怖くなっちゃう、はい、だから一対一で絶対言わないでねっていう人が、はい、なんかたくさんいたら嬉しいな。あ、皆さんじゃなくて一対一の関係がたくさんあるみたいな、うん、はい、でもそれはレオ君から僕は教わって、あ、その最初に行った時にこうそういうライブとか、はい、いろんな人たちがこう見てるっていうのがあれどういう感じなのっていう、普通にレオ君言ったら、いや一対一です、あ、言いましたね、確かに一対一です、はい、顔見えてんですよ、はい、一対一です僕って言って、東京ドーム終わった後に、はい、レオ君と話して、わあ、レオ、やっぱり違かったって言ったら、一番奥まで全員顔見えてましたって、一対一で行けてたんで、それでなんか自分の中で何かあるかなって思ったけど、何にも揺るがなかった、一対一でしたって言って、はい、すげえなって思いました。で本当にでもそれは本当に僕学んだとこで、僕もそれだったなと思うし、例えばこういう風にして、誰かが聞いてるって思わないように話してるじゃない、はい、がでこれがどこまで2人で思わないでいられるかってことが命だと思うんですよ、うん、その先に誰かがって思った瞬間に鈍るみたいな、そうですね、でそれも文章もそうで、うん、自分が大切にしてる人、いやもう本当にお世話になった人、そういう人たちも読むって思ったら恥ずかしくて書けないってくなっちゃうことが、それでだからもう誰も読まないよ、誰も読まないよって自分に呪文をかけてこう書くみたいな、うん、それはもうレオ君からも学んだところがすごく本当にでかい、そんな森川さんにそうやって言ってもらえるのは本当光栄です、ありがとうございます。そうでしたね、僕もでも音楽そうでしたね、でもずっと1対1っていうのは言ってたよね、今も変わらないですね、うん、そのだから東京ドーム立った時も、うん、でかいっていうふうには思いましたけど、うん、思ったけど思わなかったんですよね、はあ、はあ、これだったら俺1対1でできるって思ったから、はい、もうリハの時に、うん、あこれはもう勝ったって思ったんです自分の中で、うん、これはビビる必要が何もない、飲まれなかった、はい、これはもう勝ちだ俺らの勝ちだって思ったんで、はい、初ドームをやるアーティストはやっぱ魔物がいるって言われてるらしいんですけど、はい、BE:FIRST はいなかったよねって言われたのはもしかしたらその ZEP とか、はい、ホールとかの時から俺らは一人に届けるんだっていうのを、うん、ずっとやり続けたからこそ、うん、結局大きくなっても一人は変わらないっていうか、うん、その体制が変わらなかったら、うん、まあ、BE:FIRST には魔物がつかなかったのかなっていうふうに思います。なんかあともう一個自分が経験したのは、うん、まあ、なんか人生生きてる中でやっぱ、うん、なんだろう、その褒めてもらえる声ばかりじゃないじゃないですか、はい、その批判的な声も、はい、まあ、届きますけど、うん、やっぱそういう時に、Bro, this song. なんかその一人で入れるようになってからは、うん、まあ、気づかないけど、その深手はあんま追わなくなったかもしれないですね、うん、その例えばなんだよお前歌やめろよって言われたとしても、はい、いい意味でいやお前のために歌ってないしみたいな、うん、俺は、うん、あなたじゃない人のために歌ってますっていう、うん、この一人のために歌ってるんで別にあなたのために歌ってませんっていうのをできるようになったんで、うんうんうん、そこはなんか自分の中でその一人のために歌うっていうのを続けた結果、うん、その全員に愛されようじゃなくて、うん、一人でも自分の声が届いてくれてたら、うん、俺はマイクを持ってる意味がある、やっぱりなんで俺って生きてるんだろうって思うことやっぱあるんですよね、人生生きてて、はい、なんで俺今日生きてんだろうとか、うん、何のために俺今日これ仕事に向かってんだろうって、うん、でも現場については普通にいつも通りメンバーもいて楽しく過ごして、うん、はい、でもふとした時にやっぱそういう風にネガティブなんで思うんですよ、うんうん、でもやっぱステージに立ってマイク握って歌ってると踊ってると、うんうん、あ俺このために生きてたんだって思えるんですよ、うん、なんか敵じゃないけど、うん、ドーンってこういろんなものにこう壁が迫ってくるみたいな感じのことをレオ君は最初の夜に言ってたけど、そうですね、東京ドームはそうやってレオ君が言った時に、はい、東京ドームの本当の本当の一番後ろの後ろの席の人の顔は見えたか見えないかは分からないけど、うん、見えたって
レオ君が思ったことが、うん、あ超えたんだなって僕は思って、うん、全員一人一人一対一で対話ができた、あ大丈夫だって自分で確認できたんだなって思うと、うん、あの時の夜を超えたんだなってふうに思って感動したすごく、本当に良かったです。僕あのままだったら多分潰されてたと思いますもんね。自分でも心配 してました。でもその時やっぱ萌柄さんとやっぱ飲みに行くことも多かったですし、うん、よく飲みましたね。よく飲んでましたね、うん、あの僕ゴールデン街の好きなところはその職業とか何かでこう区別してないのが好きで、一人間として関わってくれるじゃないですか、うん、僕はなんかその一期一会で、はい、一期一会でなんか今この僕を知ってる人っていうのは、はい、BE:FIRSTのレオだっていう風に接してくれるんですよ、うん、それはそれですごくリスペクトもあるし、はい、すごく嬉しいである一方、じゃあ本来の上村レオは、はい、どこに行ったんだろうって思うとこ もちろんあって、うん、でもやっぱそれが地元に行った時とか、はい、あ俺上村レオだって思えるんですけど、うん、ゴールデン街とかに行くと、はい、それが復活するというか自分をちゃんと人として見てくれる、はい、looking good. 普通の何気ない夜がそこにありますよ、はい、その当たり前のようにあった夜がこんなにも愛おしいものなのかって思える夜っていうのがゴールデン街にあって、それが僕はすごくゴールデン街とかのいいところだって俺は思うんですよね。でその何気ない夜ってなんか来週になったら1年先になったら忘れちゃうかなっていう、うん、でもその忘れちゃうことの集積じゃない、ほぼ人って本当は、うん、でもまあレオ君の仕事は特にそうかもしれないけど、ここで何をやる、ここでもうライブがあるってたくさんあるじゃない、うんうん、じゃあ何気ない本当に、まあ、ちょっと弛緩した時間みたいな、うん、でその時間がもし一緒にいてね、うん、あれば嬉しいかなっていうふうに思って、それでまた荷物だったりとか、荷物だけじゃなくて背負いたいものもあるだろうし、レオ君がだったりもういろいろなものを背負ってまたそこで戦ってる姿を見て僕らも感化するし、でまた疲れたらお疲れって感じで、そうですよね飲める場所があるけど、なんとなくいいじゃない、肩書きイコールスキルもあるんで、やっぱ自分は音楽が好きだし、その音楽をやってる still learn something from life from other people、 世間の風潮だったりとか、うん、こう存在しなきゃいけないみたいな正解みたいなものが僕は窮屈に感じるだけであって、うん、だから自分はなるべく肩書きを削ぎ落とす生活というかがしたくて、自分はアーティストだから高い酒を飲むぜとかも嫌なんですよ、うんうん、自分はこうありたいからこのお酒を飲みたいとか、僕はこうありたいからこういう車に乗りたいとか、僕らは一人の人間で、ただそこにみんなと同じように音楽というものでお仕事というものにしてるだけであって、肩書きなんてものはもう全部すっぱだかになったらみんな同じじゃないですか、全員人間なんだし。あとキャプション多分それがこうベスティの方々とかにも伝わってて、そうだよね、でそれを多分レオ君も裏切りたくもないし裏切るつもりも全くないから、そうですね、行動を取るというか、できればいろんな人たちを裏切らないで生きていきたいなっていう、それがなんか自分も保つことだからみたいな感じでやってるのを見ながら、僕も本当にここまで覚悟を持ってそれも軽やかにやってるのかって思うと、いろいろねテレビだったりとか本当に歌番組とか、あの年末とかでも見ながら、あこの人はまたこういう枷をつけてやってるって思いながらも、でも多分これが自分にとってのバランス番組とか、あの年末とかでも見ながら、でも多分これが自分にとってのバランスとやりたいことと生きる道としても全部自分の中で正しいって思えたことなんだなって思って、息が詰まったり詰まったりした時にまあ飲めて、またその日をその夜を越えていく日がこの人は来るんだろうなって思ってて、それを見てるのが楽しい。本当にこう自分が年をこう重ねた後に、あ友達ってできるんだっていう、勝手に友達だって思えて、なんかそので自分の本を書いていて、いつこれが終わるんだろうって思いながらやっていて、ちょうどこの間大月健二さんともちょっと再会して一緒に話をして、いろんなことが終わったり始まったりしながら、でも勝ったり負けたりそれこそしながら、お互いまだやってるねって、なんかそれをレオ君とも
この先も言えたりとか、うん、まあできれば一緒にどっかで仕事したりとか、うん、でできたら、あ、自分もやってる意味とか意義があるなって思ったり、うん、あ、友達だって言えるなみたいな、うん、思うためにも頑張りたいなって、はい、頑張りたいな、かな、いや嬉しいですよ、僕も頑張って音楽続けます、本当に頑張ってください、はい、もうそれを見るのが僕は本当一ファンというかベスティーとして見るのが楽しみなんで、一ファンで言うと僕はこの本、この本ですよ、ちゃんとしてる、皆さんちゃんとしてる、一ファンでしたらちゃんと俺は押し出しますよ、あんまりこう最近本屋さんに行ってない人とか、はい、エッセイとかも年単位どころか10年単位で読んでないなとか、うん、買ってないなとかいう人にペラペラでもいいんで見てみれもらえると、読んでもらえると嬉しいですね、うん、人生の決断が違かったらこういう人生があったかもしれないみたいのを歩めるのが萌柄さんの本のすごく僕の好きなところでもあるので、ぜひ皆さんに読んでみてください、ありがとうございます、はい、すげえちゃんとしてるいやでも本当に久しぶりに話せた、はい、なんかマジでなありがとうございます。すげえちゃんとしてる。ない。いやでも本当に久しぶりに話せた。はい、なんかマジでもうお酒も飲んでますけど、はい、本当になんか飲み屋でいつも飲んでる雰囲気で、はい、僕らしか聞いてないよね。That was テンション感で、それをたまたま通りかかった人に聞かれたけどのテンション感で、はい、たまたま撮影されて、たまたまカメラが回ってたっていうだけでも知らないからそんな聞いてないっていうテンション感でやれたのは萌柄さんだったからだと思うんで、はい、第一弾でしたけども、また呼んでください、はい、ぜひまた来てください、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございました。 Anyway guys, if you guys want more about them, please comment down below and take yourself guys then. Bye bye.